ワインディング普通に走ってると、お、SIR とは全然違うなっていう足、これはもう感じますね。ちょっと硬めの、硬いんですけれどもマイルドであると、そういう感じですね。足は結構そんな硬くないんだね。まっすぐのゼロインじゃ分かんなかったけど、ちょっと柔らかいのかなと思ったけど、柔らかすぎず硬すぎずいいんじゃないこれ。ただこれここの直線でなんかギアレシューちょっとロングじゃない、やっぱり04でもそうだったけど、これ2に落とした方がいいのかな。あ、いい音だな、 VTEC いい音だな、この音の代わり VTEC。 まあでもこういうところが2に落としたくないかなっていう感じはするよね。2で全部いけるな。極めてるね、これね。もうボディ剛性については文句ないですね。で、エンジンフィールだけども、このエンジンフィールはね、もう乗用車の域超えてね、レーシングカーのチューニングの域で、ストロークもね、今までのようなシビックとはもう全然違うね、別物。シビックに乗ってるっていう感覚が全くない。安定してるし速いし、誰が乗っても本当にそこそこで走れちゃう車、これがシビック R です。さて、インテアールですけども、インプレッションしたいと思いますが、このバルブタイミングが変わった時の音、いい音だな。すげー、めちゃくちゃ気持ちいいや、これ。全てにおいて気持ちいい。特にね、こういうワインディングでね、小さい、いや、まあ低い 1,2,3 速を対応するのとか、もう抜群。やっぱ 1.8 リッターもあるからトルクで持っていくね。だからこうギア比なんか全然気にならない、もう本当にくっついてるって感じ。ギア比はね、いい感じだね。でね、ステアリングインフォメーションっていうか、これぐらい切りたいっていうか、これぐらい曲がりたい時はね、これぐらい切ればいいっていうのがね、すぐ分かる。多分誰が乗っても分かる。別にね、プロの俺たちじゃなくても、車は誰が乗ってもこの気持ちよさを味わえる。確かにね、お金出せばそのいい車っていうか速い車っていうのは手に入るけども、この気持ちよさは味わえないね。もう完成され尽くしてる、この車。下手な2リッターとかターボなんか乗ってね、これ乗っちゃうとすっげえいいことに気がつくよ。